1>, 1月27日火曜日市役所本庁舎で津市地籍調査推進協議会委員委嘱式及び第1回推進協議会が行われました。津市地籍調査推進協議会は平成27年度に実施する。仮称地籍調査実施計画の策定に対し、助言検討を行うとともに。 地赤調査の趣旨や重要性を広めていくための有効な方法などの検討を行う機関ですこの日は地赤調査重点整備区域内の自治会連合会三重県公共職宅登記土地家屋調査士協会日本国土調査測量協会都地方法務局から選任された13人に 地籍調査推進協議会委員の委嘱が行われ前橋市長が一人一人に委嘱状を手渡しましたその後市長が地石調査を進めることでさまざまな事業の推進や災害時の復旧をスムーズに行うことができます今回行う地籍調査が後世に残していけるものになるよう ご協力をお願いしししまますと挨拶しました続いて行われた第1回推進協議会では初めに津市自治会連合会津支部会長中川幹夫さんが会長に選出されその後推進協議会の運営や地籍調査実施計画について事務局から説明があると 委員らはメモをを取ったたたりり資料を確認しししていました最後に地籍調査にかかる事業費の市の負担割合や津市の地籍調査の進捗率が低い理由など各委員からの質問に対し事務局が答えるなどこの日協議会は終始活発な質疑応答が行われ 1> 第1回推進協議会が終了しました。